フィギュアスケートでプロ転向を表明した羽生譲さんの単独アイスショーが12月23日に行われる青森県八戸市で当日のホテル需要が急激に高まっている一泊10万円台を一時設定したホテルや予約殺到のためシステム不具合が生じたホテルも交流サイト SNS 上ではこれらの情報が入り乱れた 地元ホテルが加盟する団体は、適正価格での販売を促す通達を出すなど、羽生結弦フィーバーの影響が出ている。9月下旬のアイスショー開催発表とともに、予約が相次ぎ、羽生結弦さんの人気の高さを改めて実感したと、市内ホテル関係者は語る。 ファンらがアイスショーチケットを確保する前に宿泊先を決めていると見られチケット販売後には宿泊キャンセルがあるかもしれないと付け加えた市内のあるビジネスホテルは一時1泊10万円台を設定宿泊料金の高騰についてホームページ HP で受給に応じ価格を変動させるダイナミックプライシング上そのように販売した事実はございますと説明した 一部ホテルでの宿泊料金高騰を受け、八戸ホテル協議会は6日付で加盟する16ホテルに適正価格での販売を促す通達を出した。倉田勤公会長は10万円というのは前代未聞。あまりにも極端な値上げは不信を招きかねない。お客様に納得いただける価格が大事と語る。 一方、別のビジネスホテルでは、12月に3日の予約受付で、システム不具合があったと公表。一度に数多くの予約があり、システムが正常に働かなかったため、予約完了のご案内が到着しているお客様におきましても、ご予約不成立となっておりますとした。SNS では、この2つのホテルの事情が混同されるなどしたとみられ、価格が安かった時点で完了していた客の予約を、 システム不具合を理由に一方的にキャンセルした後宿泊料金を釣り上げたとホテルを批判する投稿が拡散された。羽生結弦さんアイスショー前に予約殺到通常2倍の料金設定。ホテルが一方的に予約キャンセルのご情報も。 フィギュアスケート男子で五輪を連覇し、プロスケーパーへの転向を表明した、羽生譲さんのアイスショーが、12月23日に青森県八戸市のフラット八戸で開かれる。チケットの一般販売はこれからだが、市内の宿泊施設には、すでに宿泊予約が殺到。通常の2倍以上の宿泊料金を設定するホテルもある。 八戸駅近くのホテルによると、今月4日に開催が正式発表されると、インターネットなどを通じて予約が相次ぎ、瞬く間に満室になったと言う。担当者は、市内の宿泊施設はすぐにいっぱいになった、すごい人気だと喜ぶ。八戸駅隣接の宿泊施設、ユートリーは、東北新幹線八戸駅開業20周年のイベントと、 時期が重なって以前から満室状態で予約を断らざるを得なかったという。担当者は羽生ゆずるさんへの注目度が地域を盛り上げると期待する。本八戸駅周辺のビジネスホテルでは予約が殺到した後ホテル側が一方的に予約をキャンセルしたなど誤った情報が SNS などで拡散されたという。ホテルは一方的なキャンセルの事実は確認の結果。 ございませんでしたとの声明をホームページに掲載した